おかえしゅそれやめんか やめましょうよなにこの生殺し、さっきまでエンジェルがいたなんて、なんで教えなかったんだジョー。お前気絶してたじゃないか。今日はどんなご用？
誰に会いに行くのかしら。取り足取りじっくりと教えてあげる。さあ、あたいとユリ色の世界へ。気持ちいいこと？ブラッシングとか？うん、最高だよね、ブラッシング。いや、そうじゃなくって。ごめんね、今ちょっと急いでるの。今度時間があるときにゆっくり聞くから。釣れない。られちゃった。まあ、意中の男がいる女を口説いた大がバカだったかな。本当に助けてくれてありがとう。でもまだ助けなくちゃいけないモンスター娘がたくさんいるんですよね。だからから先、私の力を使ってください。カンナ、大事なことだったのに。そのいいの？恥ずかしいけど、リオ君のためなら頑張れますよ。じゃあ、よろしく。戻してくれてどうも。それだけだから。なんだ。あの子なりにお礼を言いたかったんじゃない？きっと照れくさかったんですよ。ああ、なるほど。まったく、めんどくさいやつじゃの。元の性格は普通の女の子って感じなのに、なんであんな攻撃的な性格になっちゃったんだ。おりゃ、留守だな。ちょっと探してみるか。ああ、いた。でも取り込み中か。てか、あの二人仲良かったんだ。おめえ、気になる男とかいるだが。気になる男？どうしてそんなことを聞くの？仮に気になる男がいるとするだ。仮にだぞ。オラに気になってるやつがいたとして、まあ気になるっつってもそれほどでもねえだけどな。それほどってどれほど？仮の話じゃないの？そうそう、仮の話だべ。でもそいつの周りにはいつもめんこい娘子がいて、そんでもしもおめえも同じやつのこと気になってるんでねえかってなったら、ほらどうすっぺと思ってよ。それはもしそうだったとしたら、おめえとこれまでみたく普通に話せんか不安になっちまうだ。もちろん、おらがおめえみ
娘子にかなうわけねえのを分かってるだよ。あなたも十分可愛いと思うけど。そんな、だけど仮に私とあなたが同じ相手を好きになったとしても、いざとなれば最初同期。え、最初なんだべ。いいえ、なんでもないわ。忘れて。とにかくたとえ同じ相手が好きになっても、いろいろと手はあるわ。悲観することはないと思う。私はずっとあなたの友達よ。これは嘘じゃないわ。何よ、私に何か用？ああ、うん。様子を見がてら、宿で何か不具合とかないかと思って。実はまだうまく喋れないから、慣れなきゃいけないと思って会いに来たんだけど、正直何を話せばいいのかわからない。案外気も利くじゃない。ただのヘタレってわけじゃないよね。さらりとひどい言われよ。あら、今のは褒めてあげたのよ。素直に喜びなさい。今のところ私が認める人間なんてあんたくらいなんだから。個人的にはこの宿気に入ってるのよ。どんな宿でも我慢しようと思ってたけど、いらない心配だったわね。どんな宿でもって、そんなけなげなこと考えてたんだ。意外だな。別にけなげとかじゃないわよ。ただあんたについていくって決めたわけだし、だったらあんたのやり方とかに従うべきかしらって思ってただけよ。そういうのをけなげって言うんだけど、言葉はちょっときついけど、割と話しやすい子もよかった。落ち着きませんわ。え、この宿気に入らないってことか？そうではありませんわ。他の方と行動することにまだ慣れていませんの。この先が楽しみでそわそわしてしまいましたよ。そわそわしてたの？すごい落ち着いてるように見えるんだけど。そう見えるだけでしたよ。私、仲間というものにずっと憧れがありましたの。そういえばあの時も仲間ができるっていう条件には反応してたっけ？実を言うと面白い子だなって思ったから緊張せずに話せるようになったんだけど。男同士の友情、ほとばしる汗、たまりませんわ。あの、男は一応俺だけだからね。男同士の友情とかないからね。分かっていましたよ。女同士の友情も大好物ですから。今から楽しみでしたよ。なんか本当に変わった子だな。待っていたわ。そろそろ君が来る頃だと思っていたから。マジ？もしかして予知能力？まあ嘘だけど。また嘘？なんでそんなしょうもない嘘ばっかつくんだ？ちょっとした遊びよ。嘘だってすぐにバラしてるんだから害はないでしょ。ちょっとした遊びって。君って面白い。すぐに騙されてくれて悪うございましたね。どうせ俺は単細胞ですよ。単純だけど純粋でもある。単純なのは悪いばかりじゃないわ。いいじゃない、騙されても。騙すよりは騙された方がいいわ。それ君が言う？
やあ、その、どんな調子だ？どんな調子というのは、どういうことでしょう？いや、慣れない環境で戸惑ってないか、気になったっていうか、実は、まだあんまりちゃんと話せないから、慣れなきゃいけないと思ってきたんだけど、話題が。お気遣いありがとうございます。おかげさまで快適なのです。なんか今更であれなんだけどさ、俺たちの仲間になってくれてありがとうな。いえ、私が望んだことですので。ところで、確認しておきたいことがあるのですが。確認？あなたが世界を救うために具体的にどのような計画をお持ちなのでしょうか？お聞かせ願えますか？改めて聞かれるとあれなんだけど、まあ地道に行くしかないかな、なんて。あれ？なんて。一応いろいろやってきたんだ。モンスター娘を元に戻したり、正常なる布を探したりして頑張っていく方向で、みたいな。まあなるようになるというか、強いて言うならあとは野となれ山となれ作戦というか。みたいな。あとは野となれ山となれ。いい加減にしてください。何もかも曖昧ではっきりしないことだらけではないですか。え、そんないい加減なことで本当に世界を救えるのですか？これでは先が思いやられるのです。ごめん、とにかく努力するんで怒らないでくれ。私は物事をはっきりさせなければ気が済まないタイプなのです。今後ははっきりした言動を心がけてほしいのです。温厚そうなのに面倒くさい。でも分かりやすい性格といえば分かりやすいのか。慣れれば結構平気かも。遊びにっていうか、様子を見にっていうか。宿で何か不自由してることとかないか？とっても素敵なお宿です。あ、でも一つだけお願いがあるんです。どこか防音になってるお部屋はありませんか？思いっきり歌いたいんですけど。防音の部屋はないな。じゃあ無理ですね。私の歌は聞く人をおかしくしちゃうので、声が漏れないところでしか歌えないんです。聞く人をおかしくするって？まさか音痴とか？音痴ではないと思うんですけど、私の歌を聞いた人は急におかしな行動をとったりするので危険なんです。マジで？なんかそう言われると逆に聞いてみたくなっちゃうな。でもやめた方がいいと思います。自分からすっぽんぽんになってわけのわからないことを絶叫して踊りまくったりしたくないですよね。それは嫌だ。ようこそあたいの部屋へ。ってなんだ君か。女の子が訪ねてきたかと思ったのに男だったんだもん。精神的に軽くダメージだよ。君本当に女の子が好きなんだな。君も女の子なのに。女の子が女の子を好きで何が悪いの？だって女の子って可愛いでしょ。女の子って柔らかいでしょ。それに女の子ってなんかいい匂いするし。クンカクンカしたい。うわぁ、ここまで来るとかえってすがすがしい。自分の気持ちに正直に生きる、それがあたいのモットーだよ。はあ、俺もこれくらい素直に生きられたらよかったんだけど。何があったか知らないけど、過ぎたこと悔やんでも始まんないよ。あたいを見習いなって。
まともに見習ったら単に変態扱いされるだけになりそうだから遠慮しときます。二人して何してんだ。ちょっと、女同士の会話を邪魔しないでよ。ユリについて語り合っていたところでしてよ。言っとくけど、ここ男子禁制だから。イオコになってから出直しな。そんな意地悪を言ってはかわいそうでしてよ。うわ、君はなんて優しいんだ。まるで天使のようだね。そんなところも好きだよ、子猫ちゃん。君って、女の子が相手だと、オットンみたいな言動になるんだな。やめてよ、あんなオスと一緒にするのはすごい不本意。大丈夫でしたよ。あなたがあんな汚らわしい存在と一緒なわけがありませんわ。だよね、やっぱり君って優しいな。何このチャラいのに。そしてオットン、ひどいマリオだな。だってあの方気持ち悪いんですもの。やっぱり女同士の清らかな関係に男は不要だよね。清らか。文句あんの？いや、ないです。さあ、これからは大人の時間だ。お子様の家は出ていくんだね。では、私もおいとまさせていただきますわ。え？なんで？これからがお楽しみなんだけど。私もお子様でしてよ。お話できて楽しかったですわ。では、失礼します。そんなたく、イオのせいで逃げられちゃったじゃん。俺のせい？っていうか、宿でいかがわしいことしようとするな。何をする？また来てね。うっそうとしたジャングルといったところかの。雰囲気あるんだぜ。爪を噛むのに良さそうな気が。第二エリアの建物とは違って遺跡っぽいのが多いわね。ここにはどんなヘンテコネームをつけるつもりなんだぜ。なんか裸の女の人みたいな気がたくさん。しまった、煩悩丸出しなことを口走ってしまった。亜熱帯遺跡。ここは亜熱帯遺跡でどうだろう。いいんじゃない。冷たい。つまんねえの。さすがにネタ切れかの。それとも何かに気を取られておったのかの。いいだろう、たまには。先を急ごうぜ。図星っぽいんだじゅ。もしかして第二エリアも変な名前つけられたのかな。
行くぞ。